を取得するための最終段階の操縦教育が E4 練習機を使用して行われています。皆様、右前方をご覧ください。浜松基地から飛来した E4 練習機2機が飛行場上空を高度約300メートル、時速約250キロの低速で通過いたします。お願いいたします。